皆さん、本日は悲しいニュースが入ってまいりました。 DJKY がお亡くなりになりました。彼に最後会ったのは3日前だったんですが、そこから全く連絡がつかず、どうしたのかなと思っていた矢先だったんで、なんでこんなことになってしまったのかと今思えば思います。で、この情報なんですが、ものすごい信憑性の高い方からの情報なので、十中八九本当の情報だと思います。その方は図書館で毎日1週間前の新聞を読んでいて、若干認知症も混ざっている80代後半のおじいちゃんからの情報でしたので、間違いなく本当だと思われます。皆様、今回 DJKY お亡くなりになられたということで、黙祷をご協力お願いいたします。それでは皆様、黙祷。すいません、椅子倒れちゃいまして。この椅子最近調子が悪くて、走ってる時もなんか倒れちゃうんですよ、勝手に。あ、すいません。皆さんは続けて黙祷しておいてください。ちょっと私、ちょっと椅子をちょっと直す行かなきゃいけないんで、どうやんだよ、これなんか、すいません。皆さん、黙祷続けておいてください。では私も黙祷いたしたいと思います。黙祷終了。では皆様、これからは DJKY は天に旅立ったので、皆さん笑顔で手を振ってあげてください。